背景が白いのにサロンまで白いよ今日。リアルお話会どうだった？めっちゃ楽しかった。ドマさん、リラックもありがとう。シノンありがとう。嬉しい。あ、これリラックマンもおる。ピヨピヨちゃんもおる。ピヨピヨちゃん名前わからん。私リラックマンね、何歳の頃かな、小学生やないな、幼稚園生、小学校くらいの時、ちっちゃい時めっちゃ好きで、シールとか集めたりとか、もうなんか何だっけ、ローソンとかさ、なんかコンビニでさ、なんかコラボありよったやん、ああいうのめっちゃ買ってもらってた。アイロンのために連れてってもらったりとかしてた。私リラックも本当に好きなんですよね。こう見えてて、リラックも私もちっちゃい頃めっちゃ好きやった。本当に、いや今あれとかじゃなくて、サンタさんにもリラックも人形が欲しいですって、お人形さん欲しいですってお願いしてリラックももらったりとか。そう、でもこれリラックも好き、めっちゃ可愛い。リラックも本当好き。どうしよう、困惑してるって。最高。可愛い。リラックマとショールームコラボ、本当に困惑って最高やんね。めちゃくちゃ可愛い。これリラックマもリラックマも可愛いし。そう、いろんなタイプの、リラックマのお人形持ってて、何やったかな、なんかね、リラックマのなんかちっちゃい、なんかめっちゃ可愛いね、お人形あったっちゃけど、なんかいとこがめっちゃちっちゃくて、その時。そうで、男の子のいとこやったけど、もう結構下、5個以上、5個ぐらい下のいとこに落書きされた思い出ある。めっちゃお気に入りのやつに。そう、懐かしい。でもめっちゃ何個も持ってたからね。そう、マジかって思った思い出あるわ。そう、いろいろ集めてたな、シール人形いっぱい持ってた。まだあるけど。そう、エアポッツのケース、ケースがリラックマ。すごい、リラックマのあるんよ。そうそう、今コラボ中。トートバッグもリラックもクリアファイルも、あ、そう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 、なんかね、身の回りのものは結構リラックもやった。私もあれ何歳やったかな、とりあえずね、めっちゃ集めてました。そう、お友達のママにももらったりとか、好きすぎて。そう、あったな、水筒もめっちゃ可愛い。じゃあお弁当箱もかな。会社のパワハラ気質のおじさんがリラックマのメガネケース使ってる。リラックマはみんなのアイドルですから。じゃあリラックマとコリラックマどっち派、みんな。私当時はリラックマ好きやったけど、それでもコリラックマめっちゃ好きだったな。コリラックマ可愛くない？リラックマもコリラックマも持ってた、お人形。なんかね、何やったかな、最初もらった、そう、サンタさんにもらったのが、確かなんか耳に帽子がついてるやつだったかな。こんぐらいのお人形。リラックマ派？今日のインスタのキャンプグルメ投稿ありがとうね。すぐ見たい、嬉しい。そう、肉巻きおにぎりも、そう、バスクチーズケーキもめっちゃ美味しくて、もうバスクチーズケーキ本当にやばかった。初めて食べたんやけど、違う、バスクチーズケーキは食べたことあったけど、なんだっけ、さ、そう、ピシピシさんの、そう、バ
スクチーズケーキ初めて食べて、なんか選手の皆さんがかき氷とか食べてるなんか写真がめっちゃ飾ってあって、で気になるやん、やっぱ選手の皆さんがなんかこのお店の何かを食べたみたいなさ、気になって、でなんか横見たら美味しさ5つ星って書いてあったりとか、なんか本日残り10個とか再販、あ何再入荷しました、あと何個ですみたいな書いてあって、どうしても食べたくて、そうめっちゃ気になっちゃってめっちゃ迷ったけど、そう行って買いました、行って買いましたっていうか迷って迷って、そう何食べるか迷って買った。もうねめっちゃ美味しかった、本当になんか甘すぎず、そう美味しくてファンになりましたね。バスクチーズケーキもっと食べたくなっちゃった。うん、なんかバスチーもともと好きやったけどより好きになったよね。また出会いたいな。え、めっちゃ美味しかった、本気で美味しかった、なんかね今まで食べた中で本気で美味しかった。うん、耳に帽子がついて、なんかこんな、うん、なんていう、え、耳が覆われるようななんかこんなやつそう、なんか全部にこうじゃなくてニット帽とかじゃなくて耳だけにつくやつ。そばすちもマジで美味しかった。うん、大人気っぽいよあれは。だってなんか迷ってる間にね、私が迷って歩いてる間にどんどん個数減ってって、あと4個とかそうそうそうなっちゃって、いやこれは本気で人気やってなって、そうそうめっちゃ迷ったんですけど何にするか、なんかソフトクリームにするか迷って、でもなんかさソフトクリーム食べるには寒いかなとか思ったり。サラちゃんの投稿見てこの前行った時食べたやつだったからテンション上がってそう。肉巻きおにぎりね、有名。一時期バスチローソンで、ね、買ってよく食べてた。ローソンのやつめっちゃ美味しいよね、好きあれ。ちょっとお高いやつね、うん、美味しいがね。直前で売り切れたら面白いのにって、本当に売り切れんでよかった、食べてよかった、食べれてよかった。そうなんかワンホールも売ってるんよ確か、多分でも1個入りのやつ買った。うん、カヌレ食べてみたい。カヌレはねめっちゃ前に食べたことあるんやけど、え、私なんかカヌレまだわかんないんですよね。なんかカヌレの、そうカヌレのまだわかんない、なんか、うん、いやカヌレ食べたことあるよ一回、うん、でもなんかその時はめっちゃ気に入ったとはならんやった、私の中で。ワンホール送ってください、嫌です そう、お疲れ様です。リニーさんとひだやさん、バスチ食べてたんですか、いいね。バスチ本気で美味しいからピシピシさんのバスチ食べて、本気で食べてほしい。あれはね食べんと損、うん、でも多分あのキャンプとかあのなんかそういうなんか何球場とかになんか行ってるっぽいので、なんかインスタとか見てたら探してみてたらそう書いてあったので、なんかそういう球場とかに行ったらもしかしたら食べれるかも。有楽町のバスチ、待って、それ有名なやつやない？違う？有名なやつよね。食べたい。キ
今日は昼間東京行って、うん、宮崎戻って18時から宮崎県庁で打ち合わせ。すごい、お疲れ様。勝手に京都で食べたもの、なに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 、写真送ろうか、送って。うん、そう、有楽町の有名ってどれってなんか分からんけどさ、バスチ有名なやつあるよね。知ってる知ってる、多分調べたらすぐ出てくるんやない。行ったことないんですけど、うん、そうそう、国曜さんありがとうね、わさっぴさんありがとう。あとね、バスチ、なんかバスチ美味しいお店ないですか、皆さん知ってるお店、行きやすそうな場所で、行きやすそうな場所でね。うん、なんかあるよね、有楽町。トゥ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 、こんばんは。よし、1983さんありがとう。くまちゃん、みんなソロのアバター当たった？これアバター当たる期間よね、きっと。いや、前髪伸びたな、やっぱ。うわー、やだ。なんか映りより鏡で見る方がいい。いや、リラックマンのアバターではないんじゃないかな。うん。本当に大好きやね。二輪取得したんですか、おめでとうって。自分も大型持ってます、嬉しい、ありがとう。そう、二輪免許1ヶ月前、1ヶ月ちょい前にそう取得しました。そうそう、大型すごいね。大型なんかでも大型も取りたくなっちゃった。けどまずはあの、あったかくなって普通取ってからですかね。今日はどれぐらい配信する？って、今日はうーん、ゆっくりめにやろっかな。じゃあ、うん、秋葉原にもあるよって、チーズケーキ美味しい店。バスチ、それ教えて。空のアバター伝統よって、当てて当てて、みんな空のアバター今日当ててください。あれだよね、ここにいるかな、当たった方。まだいない。ああ、ナンさんが当たってるんやない、これ。違う、どっちだ。 Yes1983 さん、どっちのだ、どっちのが最新。そう、名前付きのやつ当ててください。バスチ食べたい、教えて。京都で海外ん、外国人が一人で、何お店おったから話しかけようかと思ったけど、ん、向こうから話して英語聞き取れんかったらなってなった。あ、確かにそれはそう、確かにそうだね。京香ちゃんのアバター可愛いからずっとこのアバター。確かに可愛い、めっちゃ可愛い。あと1時間ほど仕事残ってるけど、配信どれぐらいまでやってる、うーん、わかんない気分だけど1時間はやってると思う。うん、うん、やばい、今日の前髪気にんないぞ、映りがよろしくない。わさっぴさん、ハートありがとう。みんなぜひ私のアバターを当てて、私のアバターに着替えてください。うん、ゆりなちゃんのアバター可愛いからこのアバターにしてる。ハートのアバター、あ、チョコレート持ってる、可愛い。
声出しいいね。テリーヌバスバスチーバスクチーズケーキ。テリーヌバステリーヌバスチーズケーキ。バスクチーズケーキかな。美味しそう。テリーヌバスクチーズケーキ。テリーヌバスクチーズケーキね。テリーヌバスクチーズケーキ。メモしとくわ。テリーヌバスクチーズケーキ。オッケー。メモった。配信中に着替えるのはちょっとって。着替えてよ。サンちゃん可愛いって。なんか本当に今日の配信画面が白すぎて、私も白着てるからなんか変な感じ。みずみちゃんが萌え台詞あんまりしてないけど、して顔がリンゴみたいに赤くなって可愛かった。可愛い。確かに赤くなりそう。オリエンタルパーク。どこだ。ワサップさん、あとありがとう。ハート。前髪切りたいなって思ってきたんですけど、今日の夜ご飯鍋食べました。いいね、鍋。お鍋近いものがあるわ。ほぼ鍋みたいなもんだよね、すき焼きって。切ってあげようかって。切ってよ。難しいよ私の前髪でも。切ってほしい本当に。なんか前髪少なくなった。そんなことない。多分横にあるよね。ありますね。やり直しできないよ。困っちゃう。ミトナツメさんみたいな前髪の人って男性です。すごい勇気あるね。最近前髪、あ、でもね、今日ね、みんな聞いて。この間、昨日はさ、あの前髪うまくいかんやったけど、今日はあの浮きませんでした。そんなにいつも通りいけた。ナンさん、リラックマ、コリラックマ、ピヨピヨちゃん、ありがとう。ね、このひよこの名前何？ずっと調べてこんやった私。うん、ひよこが嫌いだから。あ、黄色い、あれ黄色い鳥やったっけ。あ、じゃあ聞いたことあるか。待って、黄色い鳥、あ、そのまま、待って、聞いたことある。それはじゃあ、うん、懐かしい。黄色い鳥でよかったのか。でも鳥嫌いなんだよね。でもさすがみつきちゃん、うん、ファンだね。ここだけの話、劇場でってチョコレートもらえたけど、え、どういうこと。ゆきりんさんとみずみんのチョコを交換した。どういうこと。チョコ、うん、こんばんは。
ラクマのアイテムいる？いる。そう、トイ嫌いなんですよ。嫌い、うん、苦手。今日のイベントメンバーのサイン入りキットカットもらえるらしい。劇場の？サイン入りキットカット？袋にサインが書いてあるってこと？それ捨てれんくない？うん、食べ終わって劇場出るとサイン入りチョコレートもらえる。箱？メッセージ。うーん、すごい。カズトさん、ハートありがとう。公園でハトに餌あげんと。あげるわけないやん。逃げるんよ。逃げまくる。うんなら、うん。あ、メッセージね。ありがとうとか。カズトさん、ハートありがとう。こんばんは。ちょっとてて。てて。昔エイトの写真ついた、エイトの写真ついたキットカット。エイトの写真ついたキットカット。待って、それさ。あるは、待って、あのさ、箱？キットカットなんか箱あるやん。あれって写真だ、なんかできるよね。うん、懐かしい。なんかいとこがやってたの写真で。そう、いとこの写真を作って、あ、作ってじゃない、ドンってやって一個一個にも書いてたっけ。あ、いや、箱かな。そうそう、あったあった。眠そうって一回さ、一回あくび出ると止まらんくない？私は止まんない。一回あくび出ちゃうと止まんないですね。あ、紙張りでついてたような。あ、そういう写真じゃないって。なるほど。バレンタイン争奪戦はみずみが優勝したって。へえー、こんばんは。今日は本当に不調だ。え、めっちゃ不調。普通に見たらいいのにさ、この配信画面見ると不調。なんで？なんで？はいはいはい。ちょっと待ってね。こうして。いや、不調ですね。前髪のこだわり強いねって。いや、短くしたらこだわり強くなるよね。あやちゃん夜勤？違う？昨日ぶり。そう、こだわり強くなっちゃう。短いと、うん、なんか横に流してるとさ、めっちゃ楽なんですよ。その分、そう、短くするとこだわっちゃう。夜勤中？嬉しい。じゃあ暇な時見てね。暇じゃないか、夜勤大変だよね。前髪なんて気にしません。そもそもないし。いいね、それはそれでいいんだよ。
DD 呼んだって。 DD 多いよ、本当に本当に多いよ。みんなシースルー前髪、え、今日めっちゃシースルーよね。なんで？絶対横にやる。 DD じゃない、グッド。今落ち着いてるから大丈夫さって。やったー、嬉しい。おはようグルッペーって、おはよう。ニックさん、おはよう。俺の言葉に倒しなんてない。あら、でもそらちゃん一押しは揺るぎないよ。ありがとう。 DD やないよって。本気？ DD って何って。誰でも大好きだよ。今めちゃくちゃ酢飯が食べたいって。酢飯？確かにそんな日あるよね。確かに酢飯。夜ご飯何食べた？じゃああやちゃん。私は多分タン推しです。多分多分多分いる。多分って言葉っている。お疲れ様ってありがとう。引退ライブの練習してた。偉すぎる。お疲れ様。 DD ではなく兼任って方もいるのかしら。 DD です、それは。 DD ですよ。リボンさん、リラックマ、コリラックマ、ありがとう。お日様もやってますって。ちゃっかりマン。今日宮崎空港のお寿司食べたけど美味しかったよって。あ、1,2,3 階にあるやつかな。わし MD。 MD って何？3月9日めっちゃうまく歌えて、ウィン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 、頑張って。こんばんは。こチャリこぎすぎる、バックこぎするから待ってて。わかった、待ってるね。今さ、コメント読んでくれたのわかったんだけど、うん、なに？呼ばれてなんて言ったか、え、なんて言ってたかってなったってこと？あ、質問？今日何食べた？うん、3階のやつね。私コスモス好き。うん、もう全然いけてないけど。俺に倒しなんて無理無理無理って。無理無理無理ときたか。今日は大学の後期の成績が届いて、うん、後期の単位すべて取得。おめでとう。すごい。4月にお日様してきます。4月にエイターもしてくださいね。4月は、うん、何そのカテゴリーなら DD ですねかな。なんて言ってたか分からなかった。え、嘘。なんて言ってたか分からなかった。聞いてなかったってこと？え、あやちゃん元気？疲れてない？アイドルとかサッカーとか一緒に見に行ける彼女いいよなって。ああ、いいね。趣味が合う人いいかもね。確かに。4月は私もお日様に楽しんで。エイターは4月だけでいいの？ダメに決まってるやん。ダメ、絶対にダメ。ずっとですよ。一押しなら大丈夫。そう、一押しを変えないでくださいね。そう、タオシはその時来た、その時が来た時のダメージが怖くてなかなか慣れない。そういうこと？なるほどね。まあみんないろいろ考え方がありますから。うち頭いっちゃってんのかなって。いや、あやちゃんね、多分めっちゃ疲れてるんよ。そう、
本当にゆっくり休んでも心配だよ。だってめっちゃ久しぶりに昨日見たもん。うん、彼女連れてきてる人見て、うん、あ、いいなって思って見てますって。作ったら、うん、作ろうよ。昨日兄は、あ、天音さん、天音さんのやつ言ってたんですか。ツーショット撮ってたらしいってことは DD なのかな。ヤス1983さん言われてますよ、弟さんに。そうですね、そういうことになるかもですね。うん、簡単に作れたら後悔しないよそりゃそうか、そうだね。彼女作ったらここに来なくなります。嫌です、それは嫌だ。じゃあ作んないでっていうのも変でしょ。ほら、作んないでって言ってもさ、作るでしょ。今サーノンの目が怖かった。待って、どの瞬間彼女が欲しい、作るの。うん、チカッパにも言ってたらしいからね。そう、チカッパさんにそう言ってたの、言ってたのは、そう、あの、自分で言ってくれた、それを教えてくれた。うん、ねえ、ちょっと待って、なんで、いつ怖かった。嘘やん、みんな、なんで。嘘、俺も思った、怖いって。ねえ、なんでよ。いつが怖かったんよ。言ってみて、言ってみ、みんな。作るでしょって。できたら後悔しない、苦労しない、うん、俺はいろいろ言ってます。ヤスさんに語りかけた時の目です。え、待ってちょっとやめて、みんなそんなつもりで言ってないし、全然怖くなかったですよ待って、みんな怖いって、逆にねえ、怖い、みんな笑顔の中の鋭い目やめてください。そんな鳥肌でしてやめてそんなんじゃないのよそんなんじゃないよ。どっちが怖いのか、そちら側です。みんなの圧が怖いですね。みんなの圧が怖いので、もっと優しくしてください。全然そんな怖いこと言ってないです。めっちゃ暖房つけてるのに寒気がってじゃあ暖房強めたら。誰でもいいなら彼女ならすぐできるけど、ソラノン級は日本に一人しかいない。日本に一人しかいない。嬉しい、ありがとう。今日言われた中で一番嬉しかった。うん、かわいい、ラブ。好きな子に意地悪したくなる。好きな子好きな子、そういうことね。みんなそういう気持ちがあるってことね。分かった、許すよ。カズトさん、かわいい、ありがとう。兄はある方とソラノンを中心に応援してもある方を中心に、あ、分かった。え、待って、天音さんは関係ないよね。分かったかもしれない。ねねさん、違う。彼女と一緒に車とか新幹線で、うん、出かけて、うんうん、サッカー見に行くなんて夢のまた夢。いや、できる、できる。最近可愛い子眺めてます。誰ですか。休めるときに休んでるから大丈夫やって。サラノの声が廊下に響き渡ってる恥ずかしい、めっちゃ恥ずいやんそれ。でも本当に、あの、あやちゃん休めるときめっちゃちゃんと休んでほしい。うん、
美味しいもの食べて、休みの日は友達とかといっぱい出かけて。うん。ママ元気？うん。ねねちゃん可愛いよねって。ほらほらみんなそうまた言う。ねねさんは可愛いですよ。スタジアムで一人でおる子に声かけようか。怖い怖い。好きな子なら徹底的に優しくて虜にする。おお、いいね。確かに今までアイドル興味そこまでなかったけど、うん、空のちゃん見つけてハマってしまった。しまちゃんありがとうだよ。どうしたら彼女できると思います？積極的になればじゃない？ねえちゃんの写真集買った。弟まで？沢野が好きじゃなかったらここにいないよって。好きだからいるのよここに。なんかめっちゃいいこと言ってくれるやん。急に急にいいこと言ってくれるやん。ありがとう。適当な答え？どっちが？積極的に声かけようとしたら怖い怖いってさらちゃん言って。いや違うよ、違う違う違う、そういう意味じゃない。なんか喋って仲良くなっていくならいいと思うけど、急に。確かにそう、難しいね。ママめちゃくちゃ元気。あ、よかった。この前2人で鎌倉行ってきて仲いいね。やっぱめいっ子ちゃんとおいっ子くんは。私も写真集買いました。ほらほらほらまたいる。サラノも電車の中から見てるよって。高弘さんヤッホー嬉しい。気をつけて帰ってね。もう諦めました。待って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 、まだ大丈夫まだ大丈夫、若いから。うん、写真集買った方いたって。あのあれかな、サーフィンのやつ違う？あれ表紙サーフィン、なんだ、サーフボード持ったやつじゃなくて、あれはどこかのページに載ってるんかな。彼女ったの13年前。13年前？いや嘘だ、それは嘘だ。13年前って何歳じゃん。何歳？13年前じゃ何歳やった？いいよね、オール宮崎での写真集とかめっちゃ良くない？同じ高校の子に普通に浮気されて終わりました。浮気は辛いね。あ、でも高校生か。13年前高校生、高校生は可愛いよ。可愛い恋愛ですよ。うん、なんかさ高校生になったらなんか大人の恋愛みたいな思いやったけどさ、高校生も今思えばめっちゃ可愛いよね。若いし。高校以来彼女いない、作ろう。他校のエッチエッチな子とも付き合いました。エッチエッチな子？仕事疲れたって、さあの癒されるって嬉しい。ありがとう、癒しにしてくれて。そろそろ閉店作業行ってくるって。もうそんな時間？何時閉店？頑張って。高校生の時楽しかったなって。何が？恋愛？めいっ子おいっ子も元気よって。お口が達者です。うわ会いたい、喋ってみたいわ。うん、ドライヤーしてたんだけど。うんうん、今恋バナしてるんですかって。え、なんかしてるかもしんない。マンボウさん、コリラックもありがとう。高校になったら付き合いたいなって思って、とりあえず付き合ってみました。そのエチエチのこと。あ、21時閉店、仕事は15分まで。待って21時、あ、まだ21時になっちゃうんちゃうね。
もうここでは言えないような子。高校生の時にやり残したことがある。なんなんなん？肉食系女子？肉食系女子。姪っ子が空のに書いた手紙家にあるんだけど、どうしたらよいかな。送って、送ってほしい。うん、カズトさんありがとう、ペンライト。そう、送れるから、そう、送って送って、ぜひぜひ。トゥ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 。使ったボディシート、待って、使ったボディシートはしんどいね。使ったボディシートはゴミ箱やろ。何な子が好きです、何ですか。何りな子、何りな子、ぽっちゃりな子が好き。そう、送れるよ手紙は。多分ね、毎回送れたんやけど、そう、今なら確実に送れる。次劇場公演出たら受け取れる。うん、嬉しい。ルンルン、また書いてって言っといて。高校生の時、先輩の妹、先輩の妹、緊張するね、それ。と付き合いしてボコられた経験。待って待って待って、なんでなんか怖い、怖いね、それは怖い。うん、多分2年前に書いてた。そんな前、2年も前やっけ。そんな前、すごい。じゃあもうあやちゃん2年経つ、嬉しい。2年前、今何歳。小学2年生、1年生、2年生、2年生かな。沢野が同級生なら告白する。やった、手紙はスタッフが読むのかなって。手紙は緊張しますって。緊張する、待ってるね。じゃあ、うん、7歳、1年生。じゃあいとこの1個下かな。うんうんうん、あ、じゃあ甥っ子くんはまだ幼稚園生か保育園生かってくらいか。小さい子が好きですって。低身長ってこと。おるよね、そういう子。うん、手紙はコントのネタみたいになるので難しいですって。いや、できます。うん、お手紙は苦手すっちゃ、待ってる。うん、自分もさらのに告白するなって、本当嬉しい。年中、年中さんか。じゃあ4歳とか5歳とか。小さい子って年齢が小さい子いや、それはさすがにね、それはさすがにダメよ。 NGNG 捕まっちゃうからね、場合によっては。低身長ね、みんな低身長が好きなんですか。私が身長高いから、私より身長高い人あまりいないかな。年下が好き。低い子は守りたくなっちゃう。そういう意味で、ああそういうこと。劇場に送ればよい。劇場、そうそう、劇場に送ればよいよ。あやちゃんも待ってるね一緒に入れといてうん、小さいだけで可愛い。小さいだけで可愛いってなるんですか。じゃあちっちゃくなりたいですね。私が106、あ、待って、186、めっちゃ高いじゃん。めっちゃ高くない186。高っ。私より
30センチぐらい高いね。物差し分高い。すごい。うちも描くのって書いて。全然そんなの気にしたことない。さらちゃんも小さいので大丈夫ですって。さらちゃんからしたら大丈夫じゃないって。いやだってちっちゃくはないよ。普通なんですよね。本当に 157.3 って、172センチ高いね。俺より小さい子が好き。やっぱ男性はじゃあ自分より自分より高い子は嫌ってことね。なるほどね。まあそりゃそうか。サーノの出演の公演が福岡で出張あれば見に行くけど。そうね、実物のソラノちゃんに会ったら見下ろしちゃうって。確かに30センチは確かに。俺めったに手紙書かないので言葉派ですか。いいこと思いついた。なになになに。めいっ子の書いた字を真似してどっちが書いたか当ててもらう。分かった、当てる。分かった分かった。いや自信あるよ。ちっちゃい子の字はさ分かりやすいやん。よう言うてる年下くんマッチング。年下くんね。マッチングでマッチング、マッチングか、マッチングで出会ったことあるんやって。すごいいい人。 AKB の人は割と小さい人が多い気がするけど、バラバラやない。結構高い方もおれば、確かに全部いるかもね。絶対わかんない方法ある。待ってアプリ、なになに。わかった。違う、ねえねえ、わかった。あやちゃんそれ全部さ、めいこちゃんに自分の言葉言って書いてもらおうとしてるやろ。ポニテではないよしねよ。ダメ。こんばんは。25歳までが好き。25歳、25歳までが好き。どういう基準。あ、5個以上下がいいってこと。あ、違うか。5個まで、年下5個までってこと。5歳まで。アプリは使わない。正解。そうね、絶対そうよね。ああそれは正解がないね。じゃあパソコンで書いたらいいの。手書き。手書きが嬉しいじゃん。どっちも嬉しいんですけどさ。どっちも嬉しいんだけどさ、嬉しいんですけどさって。もうなんか混じっちゃうわ。あ、不正解。え、なんなんなん。印刷なんだ。こんばんは。年上でなければ。ああなるほどね。で男性はさ、みんな年下がいいんですか。女性はじゃあ印刷。想像つかない。いや印刷はめっちゃバレると思うけどね。しかも同じ文になっちゃうし。わさっぴさんハートありがとう。年上でも年下でもいい。なるほど。男性は年下がいいのかな。で女性は年上がいいかな。年上の女性オタさんがイベントでお肉を分けてくれましたって。しかも同じお箸使いましたって。おお。年上でも年下でもいい。どっちでもいけるんよ。男性は年下なら若返る。
若返る、考えたことなかった。そういうこと？男性が年下の女性と一緒にいると若返るってこと？じゃあ年上になったらどうするの？年上の方とだったらどうなの？自分を好きになってくれる人なら年下でも年上でもいい。確かに。そっか。じゃあ年上、年下、ためどれがいい？末っ子やから年上がいい。ああ、なるほど。女性が年上をもらうと老ける。女性が年上をもらうと老ける。どういう理論それ？地元の最近結婚した友達は奥さんが8歳上。珍しいね、めっちゃ。そもそもファンの皆さんの 恋バナ興味ある？あるよ、あるよ。年下でもタメ口で話した。年下やったらタメ口やない？自分が好きな人より、待って自分が好きな人より自分が好きな人がいい。どういうこと？自分が好きな人より自分のことが好きな人がいいってこと？同い年がいい、同い年がいいんですか？マチャさん、リラックマ、ゴリラックマ、黄色い鳥、ありがとう。来世まで待ちます。そんなことない、大丈夫。会社に女性全然おらんし、どないしたらいいとって。確かに出会いないね。一人もおらん？サラノちゃんの異性にしたい、何譲れないポイント？異性にしたい譲れないポイント、譲れないポイントとは、待ってタイプの譲れないものってことね。1番、譲れないものか。そうやな、譲れないものですか。譲れないものか。譲れないものね、なんだろう。1番は、1番ね、なんだろうな、思いやりのある人、かな。自分が好きな人を選びなさい。好きになってくれる人よりも自分が好きな人を選ぶってことね。10人、じゃあおるやん。10人。髪型、今日は巻いてんの？黄色い鳥って名前なんだ。そう、黄色い鳥らしい。なんか懐かしい響き。黄色い鳥だったらしい。思いやりかってどこに置いてきたっけ。俺のタイプは格好がいい子。性格が、待ってごめん、性格がいい子ってめっちゃ幅広くない？巻いてる今日はね。私思いやりありますよ。ちょっと、私思いやりありますよ。それ自分で言うこと？ねえ、そう、席止まったの。本当によかった。そう、なんかリラックマさんとのコラボです、今。小学生の頃に置いてきたようなって。
思いやり、よく人に優しすぎと言われますって。なるほど。身長低くて、あまり派手じゃない子がいい。派手じゃない子、清楚系、派手じゃないってどういう派手、どういう、どこまでが派手。ちょっとした気遣いができる子に惹かれる。男性ってやっぱそうなんかな。地味めな子がいい。俺は優しいです。優しい。優柔不断な男性って好きですかって。優柔不断な男性、私が優柔不断やからな。どっちも迷っちゃうよ。どっちも迷っちゃうことになっちゃうけど、別に自分が優柔不断なので一緒に悩んでくれたらそれでいいって感じだし、どっちでもいいです。でも優柔不断すぎるから決めてくれる人がいいかも。優しさや思いやりより笑いのツボが合うって重要。確かに重要かもね。仕事してました。おかえり。気遣いのできる子は魅力的に思う。オラオラ系の男は、オラオラ系どこまでがオラオラ系なんですか。あと2分で1時間。早くない？めっちゃ。付き合うなら優しい空の方が一番か。本当？嬉しい。気遣いできる子いいよねって。自分が全然喋らんからそれでもいい子。あ、無口でも大丈夫ってこと。同じところで笑えるのもいい。確かに。じゃあどういう女性に惹かれる？みんな多分男性が多いよね。じゃあ女性もどういう、そう、女性は逆だね。どういう男性に惹かれる？お、時間教えてくれてありがとう。たまに告白されるけど、サウンチョルームしてるって言うと惹かれることある。どういうこと？なんで？サウンちゃん地元の友達にどんな性格って言われる？性格？でも確かに優しいとか言われるかもしんないな。なんやろ、なんて言われるかな。なんて言われるかな。今日の配信すごいねって。すごい？楽しいってこと？綺麗な人とか可愛い人、おしゃべりな子やったらいい。サーノ、なんかリラックマのギフトあるんやけど、プリーズ。サーノ普段優しいけど怒ったらとても怖そう。そんなことないです。一緒にいて楽しくて、頼れて、一緒にはしゃげたらいいです。おー、楽しい人。確かにね、いいね。一番は、優しくて思いやりがある人が一番。あー、やっぱ大事だよね。ひでりんごさん、カリラックマ、黄色い鳥ありがとう。リラックマもありがとう。怒ったら握手で制圧されます。しません。沈黙が苦じゃない関係性。大事じゃないそれ。多分友達ともそうやん。なんか友達とかさ、メンバーでもなんでもさ、ね、一緒に行って無言になった瞬間でもなんか安心できる関係めっちゃいいよね。確かに確かに確かに。結局その子と会うかどうか。
サーモンは優しいと思うけど、それ以上に自分自身が我慢してそう。なんですごいね、なんか心理師みたい。うん、抹茶さんって心理師みたいだね。でもそんなことないよ。うん。お付き合いする人はパッと見で決めないようにね。パッと見で決めたらどうするじゃん。だんだん、うん、ソラノちゃんの性格が分かってきた。先輩ファンの話聞いてたらどういうこと？じゃあどういう性格ですか？どうぞ。もうちょっと配信するね。さあ、何？なんか楽しいね、みんなのそういう話聞くの。ちみちゃん、ありがとう。サーノンはうちに秘めたものがあるよ。うちに秘めたもの？どんなもの？先輩ファンの皆さんすごくね。すごい。ちみちゃん、いちごありがとう。自分のことを好きな人と付き合うのが一番幸せかもしれない。ああ。自分が好きな人や自分のことが好きな人ってこと？しのたろ、ハートありがとう。ほんま喋らんからなって。何話していいか分かんないし。あ、いつも普段無口ってこと？しのたろありがとう、ハート。美しいものにはトゲがありそう。こと言うね。共通の趣味、確かにいいかもね。トゲなんてないよ。こんばんは。結婚とは決断力の欠如で結婚し、うん、ちょっと前に家に帰ってきた。おかえり。向こうがめっちゃおしゃべりが共通の趣味あれば話せる。あ、おしゃべりか共通の趣味があれば。なるほど、自分がしゃべらんからってことね。トゲあったら握手するの怖い。ちょっと違うトゲ想像してるやろそれ。うん、うん、いい子だよねって言われ慣れてるとは思うけど、違うもんって思ってさ。いや、違うもんってなるくない？普通に違うもんってなるよ。うん、違うもんってなる。そうとか、なんか真面目だねとかそういうの言われるの大っ嫌い。うん、だって真面目じゃないもんってなるよ。そういうことやろ、多分そういうことよね。マチさん言いたいの。そうね。全然さ、真面目でもなんでもないし。うん。くまモン。くまモン。やっと最寄り駅に着きました。お疲れ様だ。一緒に何してくれる人？今週の日曜、あ、熱海？朝日を見に行ってくる。いいね、めっちゃいいやん。連れてってよ。誰かいい子紹介してください。はーい。30分話したら全て見抜けると思いますって。怖すぎるでしょ。怖すぎる。じゃあ28分にしときますね。サーノンって優柔不断じゃないと思って。優柔不断よ、めっちゃ。うん、差が激しい。なんかすぐ決めれるときはすぐ決めれるけど、決めれんときは本気で何時間も悩む。うん、一緒にふざけてくれる人。朝早いよ。とりあえずうちの最寄りに来てくれれば拾うよって。分かった、行くね。うん、
あまり真面目すぎるより少しかけた方がいい。全然真面目じゃないですよ。本気で、それは言える。本気で真面目じゃない。これだけは言えるわ。自分の性格、本気で真面目じゃない。むしろどちらかというと適当だと思う。適当やと思います。優柔不断で頑固はちょっとやばいかもね。ちょっと全然違う違います、全然違います。大丈夫です。パッと見、そう、めっちゃパッと見なので、この通り真面目じゃないですよ。真面目だったらちゃんと読むと思うのでね。最高。そう、そういうのは真面目なのが好き。真面目じゃないって、本気で真面目じゃないよ。でもありがとう。自分から見た目、見た尺度と人から見た尺度ね。確かにね、違うね。朝日見に行くって言っても、自分が起きれるか心配。分かった、起こすね。確かに。でもさ、なんかさね、もちろんさ、自分の全てをさ、こうさらけ出せる場とさ、さらけ出せない場があるわけじゃないですか。だから確かに人の見た目違うよね。だって仲いい子とさ、そうでもない子ってちょっとさ、あれじゃん。そうでもない子だったらさ、ちょっと緊張しながら話したりするやんね。でもなんか真面目って言われるの嫌なんですよね。起こしてくれるのはありがたいやって。起きて起きて、あーやーちゃん起きて起きて、あーやーちゃん。私のすべてを見なんだ。カズトさん300、待って待って、そう数字の方の状態、待って、パチパチパチ、ありがとう。キーちゃんとコリラックマリラックマ黄色い鳥、ありがとう。そんな目覚ましあればいいのにって。嘘、絶対これ起きれんと思う、みんな起きて起きて、誰誰、起きて起きて、誰誰。早く起きないと遅刻するぞ。確かに目覚まし時計作りたい。でも起こせる自信ないかもな。自分もよく止めるもん。お仕事終わった、お疲れ様。もう一回寝て聞くよねって起きてよ起きてよ。でもファンの皆さん起きてくれるかもね。深夜2時ぐらいに、深夜2時くらいにモニコよろしくです。モニコ、どういうこと。前に居酒屋で牛タン食べたりラーメン食べたり、いろいろ行ったのっていいね。起こしてくれる女性がいいです。苦手、起きるの。そんな目覚まし時計あったら会社に行かる。なんでよ行ってよ。言ってよ。ボイス目覚まし販売すればいいね。
いいね。目覚ましになる前に起きちゃうのかもって。起きちゃうかもって。あ、モーニングコール。モーニコって待って。私、遅れてる？え、モーニコって言うんですか、今時。初めて聞いた。やばいやばい。分かった。モーニコね。2時に？2時に起こしちゃっていいの？寝る前に聞いて起きるのを忘れる。確かにそれはあるかも。目覚ましより早く起きるのすごいね。4時40分？なんで？なんでそんな早いと？4時40分は夢の中。朝日がいつ昇るか分かんないけど、いやー5時以降やろ絶対。6時以降。うん。モーニングコーヒー、やばい。モーニコ本気で打ち間違いかと思った。うん。モーニングコールね。京都行くとき3時ぐらい。もう成人式やんそれ。うん、成人式ですね。でも鳥取行ったとき4時集合やった。うん。朝日の写真あげちゃう。待ってるわ。昔は起きるの苦手やったけど、うん、最近は目覚まし時計かけずに起きれる。すごい偉い。始発で行った。おお、何時？昨日寝るのが早すぎた。何時寝たと？私も12時までに寝たいな。モニコさんかと思う。仕事から朝は3時起きに慣れてます。すごいすごい。3時起き、3時起きってなんかおじいちゃんおばあちゃんみたい。うん、アラーム命わかる。年を取るとともに早起きになった。あー、まだ早くない？めっちゃ早いと思うよ。うん、9時から10時には寝てた。早いね。寝落ち？普段9時起きやから、うん、ゆっくり。4月8日の日、朝6時半に起きて、新幹線間に合うか不安。いや、行けるって。そういう日は起きれるよ。うん。なんかさ、大事な日って意外と起きれるよね。帰ってきた。お帰り。寝落ちに近い。うん。鉄道系の勤務なんで始発に合わせるため。すごい。めっちゃすごい。うん。あーすごいね。絶対寝坊できんねそれ。コリラックマさんこんばんは。コリラックマさんすごい。今のイベントにぴったりのお名前。家に帰りたい。朝まで辛いよね。エイトコンサートの時新幹線早いから心配。みんな絶対起きてね。毎日朝5時半起きなので夜は苦手。もう眠い？眠いよね。5時半か。毎日夢の中だよ。空のえ、そう、一回ね、あくびすると止まんないのよ、そう。うん。そう。止まんないのよ。ね、寝坊できないね。えいとこの翌日に新幹線で実家へ帰るつもり、いいじゃん。いいね。久しぶりの実家かな。コンサート用にうちわ作ってます。楽しみ。嬉しい。あさって夢の国行くよ。呼ばれてない。呼ばれてないよ。バイクで向かってて事故
ったらごめんね。嫌です、そんなの。気をつけてね。夜勤の人とか大変よね。本当にすごいと思う、うん、朝まで辛い。そうだよね。でも明けになるとみんなは仕事中家に帰れるから得した気分。どっちがいいっちゃろうね。でもなんか昼夜逆転しちゃうよね、夜勤。でも本当にすごい、みんなが寝てる間に働いてるの。4ヶ月ぶりに、すごい、いいね、帰れる。夜遅くに寝ても、朝5時過ぎには起きる。5時過ぎ、早く寝てください。もう今寝てもさ、10、11、12、1、2、3、4、5、あ、今寝たら8時間寝れるよ。上見空の採用のチケットあります。え、ほんと？ほんと？行くよ。めちゃくちゃするってね。明けの次の日仕事も全然あるから、明けの次の日仕事夜から。え、待って待って待って、明けてまた夜から。え、2日連続夜勤ってこと？大変すぎる。あ、昼働くってこと？それ休んでなくない？本当に休んじゃらんね。私は今日も夜中3時まで寝れないって。海外リモート、うわー、時差大変。結構ガチで2枚あってくそ。え、誰？あと1人。私？本気で私のために？あの前話してキャンセルされたやつ、あ、お友達の？え、でもお友達とは行くよね。一人キャンセルやったってこと？私も夢の国年パス。え、待って、年パス？羨ましい、羨ましい、めっちゃ羨ましい。エイトコンサートの次の日仕事休んで泊まって、宮崎アンテナショップ行くねって来てね。それもあるし、今日で例えると明日明けじゃん。その次の日、明後日も仕事になるってこと？あ、なるほど。あ、そういうことね。次の日も仕事ってことね、休みじゃなくて。なるほど。明けて夜、あ、昼夜で休んでまた朝から行くってことね。大変。一人で行くの？嘘やん。一人はすごい。本気で？一人で？さらわれんように気をつけてよ。楽しんできて。朝から夜までかな。わかった。多分合ってるよね。年パス持ってる方多いね。さらわれそうで腐って、ね、さらわれんだよ本当に。一人か。そうね、ジャンボーリジャンボーリジャンボーリ、はいはい、やってきて。いっぱい写真撮ってきてね。ランドやったっけ？ C やったっけ？ランドかな。ユニバ、ユニバ行きたい。どっちもね、3年以上行けちょらん。うち一人は現場で働いてるしって。ディズニーかな。一応な、ありがとう。なんかいくらいの時間になったら教えて。昔ってカチューシャつけて取ってくるっていいね。
一人はほんと気まずいって、いや初よ、成長できるって、うん、確かに気まずいけれども、私は仕事の関係で夢の国に行くので言えば多分年パス何枚かもらえます。すごっ、すごすぎる、いいね。キャストやってるんや、キャスト？キャストか。そらちゃんのアクスタ間違いないよ。あ、アクスタまだ届いちゃうんかな。じゃあそらもなんか連れてって。ディズニーの割引券、割引券とかあるの？みんな遅く大阪旅行とか行ってて予定合わないし、金ない言われたから一人で行くしかないよね。確かに行かないのもね、確かにもったいないよね。確かに近いなら行くしかないってなっちゃうね。え、待って、親は、あ、そっか、平日か。え、なんかいとことかさ兄弟とかは1000円、でも1000円って大きいじゃん、うん、だいぶよ、うん。マジそら、そらのちゃん来てくれるなら終わりますって。行きたいよ本当に、行ってあげたいぐらい本気で。いいの、ディズニー私も連れてってほしい。お、いいやん、うん。仲間が USJ 行こうって言ってくるって、行ったら、いとこメンズしかおりません。え、メンズでもいいやん、いとこやろ、いとこはいとこや、友達みたいなもんやん、いとこならいけるって、うん、友達メンズじゃなければお兄ちゃんとか弟みたいな感覚やん、うん。食べ歩きもカチューシャも全部おごるって嬉しい。彼女持ちか、そっか、でもいとこだよ、うん。いとこに昔はか、いとこ、ん、いとこに昔は可愛かったのになって言われた。あ、浩平さんがってこと、うん。さらおちゃんと夢の国に行けるならグッズいくらでもプレゼントしますっていいな、みんな楽しそう、行きたい、そのまま夢の国そろそろ行きたい。なんか痛い、耳が。アクスター3月4日、あ、まだ届かんね、それは。そっか、嫉妬しちゃうか。じゃあ兄弟はおらん？ママとか。お友達断られちゃったもんね。あ、あの子は、あの子、カラオケ行ってた子、カラオケ行ったよって言ってた子予定合わせていく、日にち決まってるんやろ。兄いるけど絶対行かない？え、お兄ちゃん誘いなよ、うん。それか別行動でもいいから行ってって、来てって言ってくれ、言ったら。チケットだってさ、もったいなくない？それ、ウランちゃんが払ったの？チケット2枚とも。ディズニーは高校の卒業遠足で行ったのが最後。私は3年以上前。高3の夏とか。あの子はバイト、休みだよ。休みだよ。兄あまりディズニー好きくない。あー、そっか、むずいね、難しいね。
え、何おめでとう？何おめでとうだっけ？受験？合格かな？ディズニー全然行こうって気持ちになる。なんでよ。あ、引退おめでとうね。うん。じゃあ私ブランちゃんとサラの好き。何ウランちゃんとさん、あ、そういうことね。それデートね。え、行ってきなよ本気で。え、行ってきなよ。みつきちゃん明日暇？いや、みつきちゃんあれだ、みつきちゃん多分あれがあるね、実習あるでしょ。え、本気で行きなって思ったけどさね。サラちゃんが今から航空券取って夢の国行ってあげなさい。めっちゃ面白い。さあ明日だよ明日。え、待って、え、みつきちゃんと行こうかな。え、それさ何日の券？明日じゃない？明日じゃないってよ。みつきちゃん明日4歳児とデートめっちゃ面白い。え、みつきちゃんさいつ暇？待って、私が計画立ててるいつ暇？え、一緒行ったら？ウランちゃんと。うん、行ったら？待って、みつきちゃんいつ暇って、アイドルから言われるのつぼすぎるって本気でそうだよね確かにいつ暇？本気でえ、本気で一緒行ったら？いや、本当にもったいないと思う。一個余るの。え、それいつの件なん？決まってんの？うん、だってせっかくならね、仲良くなれるかもしれないじゃんセッティングしてる私が。うん、しかもさ、あのあれじゃんいつ今とか聞いてるだってさ、いや男性の方じゃないじゃん、さ女の子同士だしさ、二人とも年齢近いからいいかなって思った。あさって、あさっても多分みつきちゃんはね、多分ね4歳児とデートしてるわ。うん、でしょ、みつきちゃんきっと一人で歩いてたらそれウランですって、うん、ねえちょっと最悪そのうちの責任取っていかないと怖い怖い。みつきちゃん4歳児とデートでしょきっと明後日も平日だもんね。みつきちゃん実習ですか？ほら聞かれてるよみつきちゃんね、かわいい、この2人の会話かわいすぎるね。みんな見守ってくれてる。へえ、友達になれるじゃん。あさってで終わり。待って、あさって終わり、アウトやん。アウトじゃん、みつきちゃん。ダメだね。てかさ、絶対 DM しろって話で。そうだね、みつきちゃんとうらんちゃんがね。うん。え、あさってで終わりとかタイミング。え、ちょっと待って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 。え、いつ行く気それ。あさって、あさってのチケットじゃないと？うん、え、一緒に行ったらめっちゃ仲良くなれるチャンスやん。あのみつきちゃんがディズニー大好きなら。うんね、仲良くなれるよね。出会い大事大事。沢野大先生のおかげでみつきちゃんと行けると思ったのにってそうだよね、確かに。うん、男性陣でサンリオいいやん。サンリオ的なじゃん、男性陣も。あの、ちゃんとシナモンくんとかつけてね、こうやって。うん。
いいね、サロンルームあったかいわ。うん、いいの、行きたい、ディズニーとかユニバとか。もうソラノちゃんとミツキちゃんと3人で行こう、めっちゃ面白すぎる。シナモンくんとしっかり漏れた写真撮ってこい、ちゃんと載せてね。うん、ソラちゃん抜きのソラちゃん推しオフ会いつか開催したい、してください、してください。うん、そのファンいい方ばっかりなので楽しそうですよ。だ、教えてくれてありがとう。休みね、確かに。ちゃんと休んでよ、みんな。オフ会の様子を動画にして。怖い怖い怖い。陰口言われてるかもしれないわ、そのオフ会。とりあえずアクスタが自分で作ったやつしかないので、それを高くしてくるって。頼んだ。いや、マネージャー連れていけば夢の国大丈夫だよって。いけないわ、休み欲しい。すごいね、あいちゃんもね。焼肉なら確かにタン美味しい、タン美味しい、美味しいよね、タン美味しいよね。そらのちゃん何乗りたい？スプラッシュマウンテン、ビッグサンダーマウンテン、え、あれどっちだっけ、スペースマウンテンどっち、スペースマウンテンってランド、スペースマウンテンじゃん。あ、スペースマウンテンってユニバー、うーん、スーツにサングラスしてボディーガードする。いや、ハンターやんハンターやん。ランド？じゃあスペースマウンテン3つ。ねえ、ちょっと待って、全部叫ぶ、ねえ待って、全部叫ぶやつ全部無理やんって。あの、あれ絶叫苦手？うん、じゃあ船とか乗ったら、強いて言うかと思ったらまさかの言えば、うん、そう、どっちやったかなって。なんかユニバにもさ、なんかそういうのないないっけ。あ、モンスターズインク、いや違う、もうなんかさ、暗闇の中で絶叫みたいなのあるやん。苦手レベル超えすぎて恐ろしい。ちょっと待って、何するんじゃ。あるよね、ユニバ。え、待って、行きたくなっちゃった。あ、あれも乗りたい、ハリウッドドリームザライドとの、あの全身バージョンとバックドロップとフライングダイナソー乗りたい、あのユニバだったらね。ジェラシックパークね、乗ったことない。え、ジェラシックパーク乗ったっけ。うん、え、どっちやったっけな、わかんない。え、待って、ジェラシックパーク乗ったかも、うん、多分。ねえ、本気で行きたい、そろそろ行きたいわ。私ユニバじゃないんですけど、ランドなんですけどって、はにゃ。私絶叫大好きなの。そう、絶叫大好きだから、そう、サーモン絶叫大好き。うん、大好きなんですよ、何でも慣れちゃう、割と。うん、初めて乗ったジェットコースターはスペースワールドの、もうないんですけど、今はなきスペースワールドのタイタン。スプラッシュは頑張って乗る、 やってるかな、乗ってきて。絶叫いいよね、
読みランオフ会、あ、楽しそう。読売ランド、いや、スプラッシュ寒いよきっと。しかも明日めっちゃ寒い日やん。初めて乗った絶叫富士急ハイランドのハム太郎ジェットコースター、かわいい、かわいい。ドドンパとかあるのは富士急？ドドンパってなんやっけ、名前だけ知ってて、どんな乗り物かわかんない。こんなのどっちだ。あと15分で22時、ありがとう。なんかちょうどいい時間あった、教えて。こんばんは、サイモンユウさん、こんばんは。ユニバのスペファンでギリギリ、それ以上怖い。プーさん乗ってきます。プーさん乗ろ、プーさんいいね、乗ったことないけど、プーさん乗ろ乗ろ乗ろ、そうなの、プーさん乗ってみたい。ドドンパめっちゃ加速するやつ、どんなんだっけね。ドドンパ乗りたいな。一人で並ぶのきついな。きついね、怖いね。いや、なんか一人で並ぶのなんか確かに。ちょっと待って、そう、さっき調子悪くて送れなかったメール今送る。お願い、届いて。届いたかも。あ、送れるかも。一人やと早く乗れたりしないって。あ、一人やと確かに、あ、どうぞみたいな、一人の方どうぞみたいなあれあるよね。ドドンパエグかったって。富士急は大体制覇しました。いいな。トリも好きな時間に行って食べて乗ってオタ活して帰るって決めた。いや、朝早く行った方がいいよ、せっかくなの。遅くまで楽しんだ方がいいね。ユニバーシングルレーン早くのね、シングルレーンあるよね。2時間、22時で2時間やからいい時間。あ、じゃあその時間に終わる。富士急ならファンと乗り物乗る企画してほしい。やろうって、やろうって言って自分でできるもんやないけど、やりたいね。基本絶叫マシンは乗れませんが、ドドンパだけは大丈夫。すごい、逆にすごいね。ドドンパって本当に乗んなの？でも一番有名なやつよね、富士急ね。限界突破するって。ソロマンが乗るなら、なんかいいの、みんなでさ、なんかジェットコースター乗る企画みたいなやってみたいね。トゥ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 、カメムシなんちゃら動画。カメムシなんちゃら動画とは？どんな動画？海外で乗った、ジェットコースターめっちゃ怖かった記憶があるって。海外怖そう、確かに。なんか
なんか日本ってさ、なんかさ安全なイメージあるやん、なんかなんとなくなんか怖いよね、いろんな意味で。オフ会やってほしい。うん、いいね。でもみんな来てくれる？サーナが隣なら頑張って。なになになに、乗ってくるの苦手？もしかして。あ、チーム K が MV 撮影で止まった時のね、あれはゲジゲジかな、トンネルのやつ。富士急でコンサートいいね、確かに。あ、長島スパーランド、ジェットコースター、白ゲイっていうの。へえ。サラちゃん何食べたい？ディズニーで。あ、あれ興味ある、なんか食べたことないけどさ、え、なんだっけ、グリーン、待って、キャラクターの名前本当に危うい。グリーンメン、あのさ、緑のなんか餅みたいなやつ、あ、可愛くない？あ、でも普通にチュロス好き。うん、え、あれ興味あるよ。うん、あの緑のやつ。今日はやけに呼ばれてゆっくり見ることできなくて津田をって。でも嬉しい、なんか久しぶりにいっぱい話して。え、カメムシ？そんなんあったっけ？リトルグリーンメンマン。あ、え、メンマン？メンマンもついてたん？リトルグリーンメンかと思った。マンもいるんや。あ、そういうこと。待って。しんどい。ちょっと待って。しんどい。キャラクターの名前かと思った。あ、そういうことね。あの、商品の名前ね。リトルグリーンメンマン。あ、そういうことね。メンマン、アンマンみたいなね。あれ、中何なんだろうね。シナモン食べれない。え、チュロスってさ、チョコレートとかない？リトルグリーンメン。あ、じゃあ合ってるわ。マン、うん、いいね。ちょっとリトルグリーンメンマンっていうさ、キャラクターかと思って、サウナ一生違ったやんって思って。3つあって、うん、いちごとカスタードとチョコ。中身詳しい、みつきちゃん。やっぱディズニー行くべきだよ。いちごとカスタードとチョコ。チョコ決まり。はい、決まり。美味しそう、食べたいじゃん。ちょっと一つ残しといてね。鉄道好きにはヒラパーわかります。鉄道好きに？ヒラパーってどこだっけ？コナンね。私コナン全然見たことないよね。コナンくん。でもコナン空港すごかった、それで言うと。うん、チュロスはチョコとアップルキャラメル。アップルキャラメル？めっちゃおしゃれ。チョコ全部チョコ。うん、チョコに飽きたらじゃあカスタードにして。やら、キャラメルとかいいね。でもアップルキャラメルか、キャラメルだったらいいね。キャラメルのみだったら。サラノちゃんに映画のタイタニック見てほしいって。いいみたいよね。そう、レイちゃんとハッチさん見てたよね。タイタニックってさ、どういうの？恋愛系？アップルキャラメル気になる。アップルキャラメル確かに名前はおしゃれ。やっぱ関西人にしか分かんないのかな。なるほど。みつきちゃんめっちゃ詳しいわ、食べ物。ディズニーランドに詳しいね。六本木で撮ったのよ。タイタニックは感動する。見た方がいい。本気で？恋愛？
船が沈むけ、怖っ。ディズニー好き、もう行くべきやん。関東やけどタイタニック知ってる。おー、映画タイタニックって実は、実はなの？見たい。いいね、見たい。いつ公開されたん？最近？船が沈む系、感動系、恋愛系じゃないってこと？タイタニック懐かしいねって何年前だろって。え、見たくなっちゃった、見たくなっちゃった。へえ、 CM。 テーマパークはテーマパークでもサメッセンにちなみたいな自然発泡テーマパーク。あ、そういうのね。うんうん、いいよね。タイタニックって実はなんや。恋愛も含まれる。あ、船ずいぶん前、最近、ま、ずいぶん前、最近またやってるねって。あ、最近またやってるんや、映画でね。あ、映画館で、あ、それでね、映画館で見れるのが嬉しいって、そういうことか。いや、パッと見女王なんで許してください、そこは。船が沈む系はちょっと怖くて見えない。わさぴさん、そうね。パッと見の子、そんなことはないでください。こんばんは。本当に映画館で見るとすごいみたいだね。えー、見たい。確かに映画館で船が沈むんやもんね。あ、そういうことじゃないか。うん、キャラメルポップコーンを食べに映画館行くまである、行きたい。確かに美味しいよね。暗くてふかふかの椅子で甘いポップコーンかな。あ、甘い香り充満してるの幸せ。目的違うやん。うん、とりあえず MER。 あ、東京 MER 映画なったっけ。見たい、見たい。え、待って、映画館行きたい。映画館行きたくなっちゃった。映画館行きたいね。映画見たくなっちゃった。タイタニック、映画は集中して見るもので何も食べへん、食べへんって。すごい、いいね。でもそれはそれで。あと、スラムダンクも見てほしい。結構メンバーハマってる人いるし。スラムダンクね、バスケね。一番会いたい人、なるさんのやつ。映画館とか数年見に行ってない。MER いつ？絶対見に行きたい。東京 MER はあのドラマ見ちゃったから映画も見たいな。最後に見た映画はルロケン。ルロケン見たことない。うん、あ、 MER4 月まだやん。まだ見れないんですね。じゃあでもサラちゃんと行ったらポップコーン食べよう、食べようか、食べるときに手当たっちゃうって妄想。今週末全国公開？ん？どれがどれか分からん。東京リベンジャーズ2あるからみたいな、あるからみたいなって。え、今？東京リベンジャーズはね、友達と見た。うん、今来た、ヤッホー。もうすぐ終わっちゃうけどね。255日ありがとう。あ、なるさんのね。なるほどなるほど。
映画見たくなっちゃったじゃん、なっちゃったじゃん。私最近じゃないな、最近じゃないな、結構前か、結構前にあれ見ましたよ、レジェンド&バタフライ見ました。うん、見たよ、綾瀬はるかさんのやつ。映画はそんなに行かないの？いや行くよ、行くけどめっちゃたまに、そんな頻繁には行かないな。うん、確かに東京 MER みたいね、見たよね、4月上映だから、8コンサート楽しみね、4月楽しみいっぱいね。最近映画が行けてない、先延ばしちゃ終わっちゃう。いやわかる、めっちゃわかる。なんかさ、みんな見よってさ、見に行きたいと思ったら終わってるの多いよね。ミュージカルを見に行ってみたい。あ、映画見てるときにそっちの配信重なったら怖いけど、確かにショールームね、一度っきりやもんね。てってってってん、一番後ろ、うーん、私は割とまっすぐ見える位置がいい。え、レジェンド&バタフライ見た？ねえ、めっちゃよかった。見た、嬉しい、見たかった、いたね、レジェバタ泣いたな、泣きました。うん、シャイロックって何？うん、眠くて落ちますって。そうそう、私も落ちるよ。なんか最後になって前髪が良くなってきたかもしれない。1系のカラスかな、ちょっとしか見たことないというね、ドラマ。竹野内豊さんのやつ。親に呼ばれてリビングを降りて、うん。で、すっ転んで、一旦コメントしてなかった。かわいい、大丈夫？うん。たったったん。4、5年前 AKB のコンサートが全国の映画館でライブビューイングがあった時、規模大きくてよかった。いいね、それめっちゃいいじゃん。もう一回あったらいいね。明日も配信ありってするよ、する予定。うん、あと5分。待って、そんなやってるんや。分かった、終わるね。じゃあ、あと3分になって教えて。あと2分でもいいけど、ランキング読む。楽しかった、なんか今日いろんな話したね。うん、見てて。ドキュメンタリー映画、うーん、確かに。3分前、もう今寝てたらごめんね、全然いいよ、ゆっくり休んでほしいもん。そんなに慌てて終わらんでもいいなよって。終わるよ、そろそろ。じゃあランキング読むよ、みんな。ランキング見ますね。はい。
あ、待って。めっちゃあっという間だったね。でも久しぶりにこんなゆっくり配信した。13位はポンタさん、ありがとう。12位はふみふみさん、ありがとう。11位はしまちゃん、ありがとう。10位はまっちゃさん、ありがとう。9位はショートさん、ありがとう。8位はなあとマークさらな姫かわいい、ありがとう。7位はひでりんごアットマーク青春班さん、ありがとう。6位はキーチャットマークグマニアさん、ありがとう。5位はしのたろットマーク空の姫大好き大好き頭から離れない、ありがとう。4位はカズトさん、ありがとう。3位はピンクのクマさん、ありがとう。2位はワーサップさん、ありがとう。1位はヤス1983さん、ありがとうございます。早くビギナー表示なくなれって。ビギナー表示ってさ、3日間ぐらい何回でなくなる？みんな昨日に続けて大笑いした。嘘、本当？よかった。というわけで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。それでは終わりたいと思います。眠いですね。じゃあ行きますよ。せーの、空のじゃんけんじゃんけんブン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 。うどさん、ありがとう。みんなおやすみね、おやすみね、おやすみね、おやすみなさい。これはグーなの？グーだよ。私の勝ちね。今日のハイライト、サイドちゃんの鋭い目、そんまで覚えてたの？遅く来てごめんね、全然。ありがとう。みんなおやすみなさい。さあ、もう今からお風呂入って寝るよ。みんなありがとう。それではまた会いましょう。あ、今日はインスタグラムアップしたので、皆さんコメントといいね待ってます。フォローも、うん、やってるなーって、負けたわって。皆さんおやすみなさい。おやすみ。文からチョキはないのかって、ない。文、それではおやすみなさい。みんな今日もありがとう。